その難関勢の後ろに2番の稲吉です。自力自在客室、短期の競争ながら自力を持っていて、ここは好位となれば一発ありそうです。レースはジャンの周回となりまして、1コーナー通過しています。先頭に構えるは5番西本です。人気の中部近畿勢を引っ張る5番の西本、後方の立ち回りから難関2名が上がっていってジャンを迎える向正面に入っています。先陣切った難関勢の後ろに外側1番小泉が上がってきています。追い上げ1番の小泉のライン形成が中部近畿勢を蓋をしていきます。完全に蓋をされて中部近畿勢、3番手インコース、さあ外並走上がっていきまして、4コーナー通過、叩いて1番小泉が先頭に抜け出します。そして短期の2番稲吉が中段4番手を確保。3番の田中孝彦は中段5番手回り、そして7番手5番西本が反撃を開始して2コーナー通過していく。軽快に後方から飛ばしていく5番の西本のまくりは3番手2番手、さらに番手9番坂上、4番の水谷がぴったりマークしていて、1番小泉と並んでいく5番の西本、西本が捉え切って外側から9番の坂上辰弘が追い込んで伸びての1着。9番4番先頭には大掛けもあります。5番車荻原が先頭の位置です。前で受ける東北勢、その後追いまして2番の藤田、自在客室が控えて4番の松永、近況落車が多くなっていますが、その都度持ち直している4番松永です。後方展開から9番大川が上昇を開始してジャンを迎えるバックストレッチ、仕掛けていきます中国勢、これに乗って7番の宮内、5番の荻原はこのラインを見送りまして外側駆け上がってきます2番の藤田大輔、その藤田が前を叩いて先頭へ。じゃあ激しい4コーナーカーブで今度は5番車荻原が外並走上がってきます。残り1周切りまして中段から上がってくる5番の荻原、前を叩き切りまして続いていく3番平沼、8番の小笠原は外に振られて2番の藤田大輔が3番に入っていきます。千葉勢が3、4番手、そして今度は1番の藤田正宏、自力に転じて上がってきます。1番藤田正宏のまくりが3番手2番手前に接近中だ。直線コース、1番藤田がまくり切って7番宮内が追っていく、外側からは4番車、最後は4番松永。レースはジャン周回です。中段待機1番の片織、5番小沼、埼玉2人に9番小宮つけます。最強勢、人気の最強勢は中段です。そして後方の立ち回りから短いライン形成は6番田中と2番の角田、さあその西の遠征コンビが上がります。ジャンを迎える向正面に入りまして、その西の2人を追って4番塚本も上がる。ジャンを迎えての3、4コーナーで1番の片織が外に持ち出して一気に上がってきます。2センター通過で6番田中を叩きますが、6番田中飛びついていきます。さあ1番片織の番手をめぐってインコース粘る6番田中と外側5番の小沼、そこを後方から3番篠原、篠原の大掛け、3番篠原が一気にかましていって7番竹内、8番谷田と中部勢できりまして、一車身明け1番片織の反撃はなってくるか。1番5番埼玉勢が中部勢3名追って外に持ち出して2センター7番8番車2人が1番片織を阻止して直線コース、3番篠原先頭から7番車追い込んで7番8番2番の志村の後ろには9番の柴田、6番の斉藤を続いての3名ライン形成、関東勢が前段です。レース赤番周回向かいまして、まだ動きの方はなく縦一列で進んでいます。2番9番6番関東勢の後ろには短期で立ちます3番丸山、こちらも自力の一発があります。3番丸山の後ろに次いでは4番の三井と短期の2人が中段、1番藤井はどこから上がっていくかどうか、ジャンを迎えるところです。さあ一本棒が崩れないまま3コーナーに入っていきます。ここで1番の藤井英二、
2センター手前へ上がっていって、その3名西勢が前に立ちます。7番植木が追いかけて4番手取るか、2番の志村は現在4番手インコース、7番植木と中段争う格好になりまして、流す1番の藤井が後ろを確認して後ろの出方を確認中です。2番の志村が4番手をさばいて外側上がってくる4番三井の追い上げは、2番手アウトコースまで自力でまくってきた4番の三井が2番手、5番車小野がこれを阻止して1番5番8番と西日本勢3名前にできるが、2番の志村隆輝が今度追い込んできて直線コース、1番藤井先頭、番手5番小野、追い込んだ2番車志村隆輝、最後は1着でゴール線駆け抜けました。9番松岡の番手マークから5番の渡辺、まだ動きがなく、レースは雀周回迎えたところで3番車佐藤和信が上昇です。自力自在客室が前へ上がってきます。3番6番東北を追って7番根本、東のライン形成が9番松岡の外側上がっていって、9番松岡はこれを見て下がります。3番6番7番と東日本の後ろに外側から入って8番小田倉、ジャンゴを迎えての3コーナーです。さあ引き切った9番松岡7番手前後入れ替わりました。東のライン形成先頭、インコース潜って4番佐藤、外側追い上げて4コーナーカーブ、9番松岡敦也が勢いよくかましていって前にできます。9番松岡ここで流して5番の渡辺、2番の太刀が3番手、中部勢先頭回りで3番佐藤和信は4番手を確保しています。体勢立て一列で残り周のバックセンター通過、逃げる体勢を作る9番松岡、番手牽制加減は5番の渡辺、続く2番の太刀、そして追い込み開始は3番の佐藤、外側から追い込んできまして3番手アウトコース直線コース、9番の松岡先頭、5番の渡辺外に振って9番車5番車の一着から争い接戦、横に並んできました。こちらも2桁数字のバック数を持ちます2番の長尾、積極型2番の長尾に9番の近藤、こちらも強力なライン形成となっています。レース雀周回の1コーナー経過です。さあこの辺りで2番の長尾健太が上がってくるかどうか、外に持ち出して2番の長尾健太上昇開始です。これを見て8番の渡辺勝弘も一緒に上がっていきます。さあ真ん中位置から8番渡辺、外側かける2番長尾が先頭を取り、3番真船は後ろ7番手一本棒に戻りまして、ジャンのなる2センターから4コーナーカーブ、2番長尾が先頭の体勢で4コーナー抜けるところ、中段から8番の渡辺が外に持ち出して、さあ先行争いに名乗り打て出ました。2番長尾と8番の渡辺が踏み合って、2番長尾が自ら外に振るような感じになります。9番の近藤が続いて4番車は離れている、そこを後方から3番の真船圭一郎が一発まくってまいりまして、綺麗に前段捉え切る。5番の小野、6番栗田続いて本戦福島勢で切って4番手追いかける9番近藤直線コース、3番真船先頭だ、あとは5番小野が追い込んできて差し交わしました。体勢立て一列、まだ動きの方はありません。1番の志村隊が先頭です。昨日は茨城の伊原坂をマークしていきました。そして今日はラインの先頭です。9番渡辺が8番手から上昇、雀周回の1センターカーブです。じわじわと前に上がってまいります難関勢、これを追っては8番小川、引っ張る中四国勢が外側3番手の位置を走っています。1番志村が先頭の状態からジャンゴを迎えるところで、9番渡辺優太が発進、1番志村大が3番手を取り、8番の小川雄二が追い上げ、さあ9番の渡辺と並んでいって4コーナーのカーブで抑えて8番の小川雄二、7番の根本が今度は叩いていきます。7番5番東北勢が叩いて先頭へ抜け出す、リードを広げて8番の小川3番手追いかけるが車間が開いていきます。そう高9番の渡辺が6番手周りからまくっていってバックまくり、9番渡辺の追い上げは3番手から2番手まで上がってくる、
いい勢いで9番の渡辺前段接近、5番車ブロック、1番の鷲村落車、2番車落車、直線コース、9番渡辺先頭だ、9番3番4番さあその1番の掛水が1番前に構えていって、四国勢が真夕家レース打掌周回に向かいます。ここで後方回りから3番の柴崎敦が上昇を開始していきます。人気の中部近畿勢の上昇、これを見て1番の掛水はどうするか。ジャン前2コーナーからバックです。1番掛水、2番手インコースまで引いています。3番柴崎が覆いかぶさる形になりまして、ジャンを迎え6番貝島が発進、その6番2番九州勢を追いかける形から5番の小野が外抜け出していって、難関勢が主導権を取ります。6番萱島は3番手です。人気の中部近畿勢中段回りから外発進は1番の掛水、後方から かましていきまして9番橋本が離れています。かます1番掛水が先頭を一気に踊り出て、5番の小野、続く8番大木と難関勢がこれを追いますが、車間が開いていまして後方から3番柴崎の反撃、まくりで9番の橋本が7番車と絡んでいく、落車がありました、大量落車です。2センターから4コーナー、3番の柴崎先頭で直線コース、1番の掛水、7番の山口の2車間争いはどうか、3番先頭ゴールインです。昨年は優勝回数はゼロとなっていますが、 G3 戦線では 31% の勝率、叩き出しています7番高橋です。後方から出ていく近畿勢、2番岡崎、そして5番の伊予野です。さあその近畿勢がじわじわと前の方に上がってまいりまして、レースはジャンを迎える向こう上面に入るところです。2番岡崎の上昇を察知した6番の伊予早坂ですが、ここは2番車5番車を前に見送ってジャンが鳴っていきました。3番松岡3番手の位置です。これで中段確保は人気の九州勢、7番高橋が5番手に入っています。6番早坂、7番手から巻き返するか、2センターから4コーナーカーブです。2番岡崎智也の先行体制で残り1周、後方からロングまくりで応戦していくのは6番早坂です。叩きに上がっていきまして、6番早坂が叩き切り、4番吉田、8番阿部が続いていく。関東勢3名で切って、今度は3番の松岡が追い上げていきます。3番松岡は4番手アウトコースへ、さらに後方から7番高橋が行く、これを3番松岡が合わせていく、2センターから4コーナー。さあ3番松岡の伸びは前段捉えて、外側から9番車続いています。3番9番内、8番の阿部、大外1番佐藤。2番山口、5番飯田と九州勢中段、レースは赤番周回を迎えています。6番手待機は9番中井大輔、昨年は初の G1 を戦いました、力をつけていきます9番中井。3番の沢田と近畿勢、そして後ろ攻めから6番佐藤正春が上昇しています。6番佐藤と4番小橋の東北勢が前を伺って乗っていきます。9番中井が外側3番手、抑え込まれ7番吉沢は下がって現在は3番手インコースです。外並走発進9番中井、中井が主導権を奪っていく、2センターから4コーナー、すかさず7番車吉沢順平が上がりまして4コーナー通過。さあ7番吉沢3番手に入り込んでいくか、6番佐藤と中段争う格好です。3番手争いまして外側から7番車吉沢順平が持ち出して上がっていきます。まくる7番吉沢先頭に抜け出すが、1番池田が離れました。9番の中井が2番通って、続く3番の沢田、さあ1番池田は上がってこれるかどうか。3コーナーから2センター、7番吉沢が先頭、2番手を追って9番の中井、中井が反撃狙って3番の沢田直線コース、7番吉沢先頭だ、7番車吉沢粘る、ま、粘る、外側から9番3番突っ込んでいます。7番吉沢が粘り切りました。そしてその近畿勢の後ろからはまくり強力な1車、2番桐山が控えています。レース残り 1000m を通過していく後方周りの東勢、2番桐山には東北2車がつけて、マーク校舎5番斉藤、そして6番某州と
東のライン形成が上昇を開始してジャンを迎える向こう上面に入っています。さあ2番桐山が徐々に前に上がってまいりまして、ジャンを聞いていく9名、9番の清水が先頭の体勢で追い上げ、2番の桐山は現在2番手アウトコースです。1番桑原と2番手争うという格好になっていまして、2センターから4コーナー、9番清水が風を切って2番手外側には2番桐山、内側1番桑原と2番手争いを制したのは2番の桐山、内を締めて1番の桑原は3番手に引いています。4番手には7番の小川、4番の三月と西が続いていて、5番の斉藤、続く8番の佐野、体勢縦一列で9番車清水の逃げを追っていくのは2番の桐山、いいポジションを得ました。1番桑原が3番手追い込んでこれるか、 SS の意地を見せるか。2センターから4コーナー、9番の清水先頭、1番桑原外に振っていく、大外からは7番、内側4番車、最後は4番の三月。番手マーク9番南と大阪結束のコンビが前受けを取り、レースはジャン周回。6番姿が3番手切れ目の位置になりまして、その後5番三谷、今日は切符のいい動きとなってくるんでありましょうか。5番車三谷は中段に構えています。後方待機から2番の平原浩太がまずは行ってみようというところで上がってまいりました。ジャン前2コーナーです。2番車平原浩太の上昇、前に上がってまいりまして、1番の故障の横まで上がってきています。ジャン迎えまして、今度は5番三谷隆起が発進。今日は5番車三谷は先行策で臨みます。1番古性優作、中段位置4番手を確保しています。日報の平原浩太は7番手、体勢縦一列、残り500、5番車三谷が風を切っていきます。番手マーク3番の稲垣、7番村上と結束の近畿勢、4番手から先まくりは1番の古性、古性のまくりは3番手2番手、合わせて3番稲垣が発進していく。そして2番の平原浩太はその4車をじっくりと見て、まくり追い込んで2センターから4コーナー、最後はごぼう抜きか。2番の平原浩太、昨日と同じく後方からまくっていって直線コース、2番の平原浩太抜け出して快勝。2番4番